半ぐらいがですね、搭乗開始になるかと思います。1時半ぐらいが搭乗開始の時刻になるかと思います。それまではチェックインが終わりまして、搭乗ゲストに行きましたらお時間ございますので、昨日もちょっと お伝えしましたけれど、お昼がですね3時半前後ぐらいになるんじゃないかなと思います。3時半前後ぐらいですね、と思いますので、もしちょっとお時間が取れるようでしたら、搭乗待ち室で何か軽くお食事を取られた方がよろしいかと思います。で、出発後に一度、あと到着前に軽食が出ます。多分エコノミークラスの、ビジネスクラスは私分かりません、分かりませんが、多分エコノミークラスのお客様はサンドイッチ程度の軽食が出るかと、サンドイッチ数値程度の軽食が出るかと思います。これ到着2時間ぐらい前です。到着2時間ぐらい前になります。成田空港に、そうですね、その前に手荷物検査が終わりましたら出発までで結構ですので、日本ガイドを監修させていただきますので、お手数ですがそれまでお持ちください。成田空港到着いたしましたら、日本ですので各集合はいたしませんので、入国をしまして、あと手荷物を受け取りのところに行かれてください。多分手荷物の受け取りのところで非常に少ない限りでは皆様一緒になれるかと思います。手荷物受け取りのところですね、では一緒になれるか。